ただいまより谷垣貞勝総裁の定例記者会見を始めます。どうぞよろしくお願いいたします。先日15日ですね、沖縄県の本土復帰40周年記念式典に出席してまいりました。先の大戦で失われた尊い命、そして戦後強いられた多大な苦難、そうした沖縄県の皆様の気持ちを改めて胸に刻んで、そして沖縄県の平和と発展に努力されてきた先人たちの立ちへのですね、畏敬の念も忘れずに、改めて未来に向けて党を挙げて取り組もうという決意をしたところであります。他方ですね、普天間基地をはじめとする沖縄の基地問題、大変これは難しい問題でありますが、防衛大臣がこの責務を果たすに十分であるかどうか、これは誰の目にも適格性を欠くということは明らかでございます。また公職選挙法違反が明白である前田国交大臣も含めましてね、両大臣がその大臣の任に不適格であるということは明々白々であろうと思います。野田総理は参議院において問責決議を受けた二閣僚を一体いつまで棚ざらしにされるのか、一員が示した問責という意思に対して何ら正式な回答がないということに対して私は強い憤りを覚えております。人事に対してより真面目に真剣に対応すべきではないか、ということをまず申し上げたいと。まず私から申し上げることは以上でございます。これから質問をお受けいたしますが、質問される方は挙手の上、総裁の指名の後社名とお名前をお願いいたします。まず平川クラブ加盟の方からお願いいたします。はい、どうぞ。産経新聞尾崎です。はい、総裁はですね、2人の閣僚、要するに閣僚に対して公設、公開させるべきだと記念的におっしゃってますが、昨夜山口公明党代表とお会いしたそうですけれども、そういう考えで一致され、また総理の任命責任についてはどのように考えておられるんでしょうか。それは不適格な閣僚を任命してそのまま棚ざらしにされている、何らのお答えもないということには我々は強い憤りを持っておりますし、当然そういう方を任命されたんですから、けじめをお付けになる責務があると、このように考えております。その場合によってはですね、そのタイミングの問題はありますけども、総理の任命決定というのカードになっているということで、山口司会長はお考えになっています。山口さんとまだそこまで話はしておりません。何事もステップバイステップでございます。はい、どうぞ。今の二閣僚問責に絡むんですが、一体改革の委員会の審議が、今日からスタートしましたが、週明けの21日からはいよいよ野党の質問が始まりますので、その前の二閣僚の対応での総裁を求めていらっしゃったと思いますが、明日平日はありますけれども、もう週末を挟むということを考えると、今の民主党の政権与党の動きを見ると、21日より前にこの二閣僚を更迭する可能性はちょっと少なくなってきたのかなという見方が一般的だと思いますが、この場合、21日からの審議への対応というのはどのようにお考えでしょうか。そのあたりは幹事長あるいは国対委員長に対応を任せたいと思います。私はあんまり個々のですね、国会の運営までいちいち今申し上げる気持ちはございません。はい、どうぞ。朝日新聞の山岸です。はい、お願いします。今の問責に関連いたしまして、今現在自民党のスタンスはこの消費税に関する特別委員会だけは動かすというふうになっていたと思いますけれども、今日ですね、派閥の会合で古賀誠古賀派の会長が一切全然国会が仕事をしていないと、こんな状況では国民に申し訳がないということで、現在の自民党の新居路線に関して批判をされました。今後ですね、実際現場でも国交委員会であるとか、あるいは総務委員会、こういったその課題を抱えているところは動かしてもいいんじゃないかという声も現場であるようですけれども、二閣僚の問責がない場合ですね、消費税の問題以外でも委員会審議に応じていくという可能性はあるんでしょうか。
まあ原則として言えばですよ、問責閣僚、問責を突きつけられて何もしないということに対して、審議をどんどんやれるという状況ではない。そして審議をできる状況を作るということは基本的には与党、政府与党の責任であるということは明々白々であると思います。その上で今社会保障と税の一体改革に応じているということは我々も何て言うんでしょうかね、やっぱり国民生活にとって極めて喫緊なことに対しては柔軟に応じようという一つの意思の表れでもあります。ただやはり問責というような重大事に対して、柔軟にというばかりではなかなか進まないでしょう。今おっしゃった国民生活の喫緊なことというのは消費税に限らずこれはさまざまな、まあそこらは何て言うんですか、すぐに結論を出してもうオールオアナッシングというような議論を私はしているわけではありません。ただですね、これだけの大問題に対して、原則はやはり、政府の方から審議が進むようにきちっと努力をされる。まずそれがなければ何らの誤解ともないというような状況でですね、それは責任は政府の方にあるということはきちっと申し上げておかなければいけないと思います。はい、どうぞ。関連しまして時事通信の石垣です。はい、今の話と絡む関連するんですけれども、国民生活に喫緊なことに対しては柔軟に応じようという姿勢を望んでおられるのはよくわかるんですけれども、例えば原子力規制庁の設置法案に関してはこれは原発の再稼働とも絡んで国民生活に多大な影響を及ぼす法案だと思うんですけれども、この法案の審議については二閣僚の問責と絡んでどういうふうにお考えになっていますでしょうか。まあ、法案の中身に我々も議員立法を出しておりますが、法案の中身には自信を持っております。ただ今の問題、まずじゃあそれをどう解決しようかということで政府の方からお働きかけがまずあるべきではないかと思います。あ、どうぞどうぞ。民主党の越井市幹事長がですね、最近来年の衆参の統一選挙に関する発言とかですね、あとは閣僚を交代させる必要がないといったですね、ある意味野党の衆でかなり次の発言を受け持たせていただいたんですけれども、総裁先ほどおっしゃったように会期末が迫って、重要法案の審議も停滞する中でですね、こうした越井市さんの対応は国会審議の環境整備上どういった影響をもたらしているというか。まあ何て言うんでしょうかね、私は政府与党というものは政府が責任を持って提案した議案なりですね、法律案に対して少しでもそれを前へ進めるような努力をするのが野党、与党としては当然の責務だと思います。そしてそういうことを進め、例えば総理は政治生命をかけておられると、かけているという発言までなさっている。それを推進するための極めて強力な武器が解散権ですね。そういったものをずっと先に持ってってあえて進める気持ちもないというのは、与党としての責務を放棄したものであるように私には映ります。これからは平川クラブ加盟者以外の記者の方も含めてご質問をどうぞ。はい、どうぞ。東京新聞の議員歳費の関係で質問させていただきます。もう先日2年間で540万円の歳費の削減が決まったところなんですけれども、この他に例えば、ね、文書通信交通滞在費ですが、JR パスと20ドルというふうに、国民から受け止められていることもあると思いますし、国会議員の定数が減っている中での、政党助成金が増えているというような状況もあるのですけれども、こうし
したことに対して、まあ、歳費の削減にさらに取り組むことで国民からの理解をより得られるということがあるかと思うのですけれども、こうした点の削減について総裁はどのようにお考えですか。この議論をするときにですね、やはり歴史も考えていただきたいと思います。歳費というようなものが必要だという議論はですね、私のかつて高等学校で学んだ知識、よく記憶に誤りないとすればチャーティスト運動の中で生じてきたものであります。それまでイギリスの議会は要するにほとんど何て言うんでしょうか、貴族であったり、あるいはまあ昔の言葉で言えばジェントリーというような階級の人、つまり資産信用があって報酬がなくても国政に先進できる人しか政治の場に入れなかった。それでは資産信用というものがないものが政治に参画する道がないということから、こういう運動が起こったんですね。それで私どももそれから時代は随分経っております。当時と同じ事情があるとは私は思っておりません。国民のお声にも十分耳を傾ける必要があると思いますが、やはり若い何らの政治的足がかりのない方々が国会に出て、自分も国政に参画したい、そういう意思を持たれたときに、じゃあポンと20代の方が今までの蓄積をすべて選挙にかけて出てきてか勝利を得られたとして、その後どうやって政治活動を続けていくのかなといった点にも、私はそれを全部愛情を持ってみるとは言いませんが、多少の愛情を持って見ていただく必要があるかなという気もいたします。ただ事柄は議運なり団なりで、あるいは議会制度協議会などでご議論をいただければというふうに思いますね。はい、どうぞ。選挙制度の抜本改革についてのあるべき姿を、その一般の党員も含めて議論できる場を党内に設けてくれないかという要望があったようですけれども、この段階について設置を補佐はどう考えられますか。選挙制度の抜本的見直しについて、党内でも開かれた議論をする必要があるのじゃないかということでですね、今日重鎮も含めて、私どものところにお見えになりまして、そういう場を設けろというご要請がございました。そこで私のもとに特命委員会を作って、そして議論を党内議論を進めていこうということで、一応整理をしておりますが、具体的にどうして どのようなあれにしていくかちょっとこれからよくまた検討したいと思います。じゃあアンズ、今のに絡んでですね、この抽選挙新しくその総裁のもとに特命委員会を作るということですけれども、そこでやっぱ中心としてはその中選挙区制の復活ですか、それがテーマになるかと思うんですが、総裁としてはその中選挙区に対してどのように考えかということと、その今のゼロ増減の議論とですね、まあ、どのように考えますか。まあ抜本的、私はね、党首討論の時にも野田さんに申し上げましたけれども、この今の問題にはいくつか側面があるのであって、憲法違反と裁判所から指摘されているところの問題をどういかに解決していくか、いわば緊急避難的な問題、あるいは抜本的な選挙制度はいかにあるべきかという問題、さらに加えて議員の数は多すぎるのではないかという問題、そういった問題を全部それは一挙に裁ければ一番いいんでしょうが、いっぺんに裁こうとするとなかなか、例えばその今の一票の格差のような緊急避難もできないことになると。だからまず語源を先にやるべきだということを党首討論では申し上げて、いまだに政府与党の方からそれに対して真摯な対応はないという誠に遺憾な状況が
続いております。でそういうことを考えますとね、今のような緊急避難的問題と抜本の問題というのをすぐに、その一緒に議論するとなかなかうまくいかないのではないかなと思っております。まあ、そういうことでですね、この、今日申し入れの件に関しては幅広い観点から、選挙制度はいかにあるべきかということを議論していただく必要が あると思います。関連性のゼロ増減の話が出ましたけれども、石原幹事長はこのゼロ増減の法案をですね、今自民党で単独提出するという考えを示していますけれども、それはもそれも月内にも提出するということで、まあ何かこう今までですね、この問題はですね、タルトコさんを座長とする協議会、与野党協議の場でいろいろ議論があってたわけですが、完全にそのデッドロックというのか分かりませんが、幹事長レベルに上げようということになっているというふうに報告を受けております。石原さんもそういった場で強くご主張なさるというふうに思います。すみません、はい、どうぞ。あ、じゃあ、じゃあ、はい、中選挙区の話に戻るんですが、特命委員会というお話もありますけれども、すでに現在ですね、党の中に政治改革の推進本部、細田さんの本部もありますし、選挙制度の調査会もあるかと思います。そことの整理をどのようにお考えかということと、総裁兼ねてより中長期的には中選挙区というが望ましいということをおっしゃっているかと思いますが、この特命委員会は中選挙区を、見据えた特命委員会ということでお考えなのかというのを改めて。一応ですね、そこのところの組織的なことをどう整理していくかというのはこれからよく整理しなきゃいけませんが、一応細田さんと村田さんには今日来ていただきまして、まあそういうご要請もあったんで、特命委員会、私のもとに特命委員会というのを置いて、議論するからということでご了解はいただいておりますので、組織的な問題はちょっと整理をしてみなければいけないと思います。まあ、私は現下の小選挙区制というものがですね、小選挙区制を中心にして、まあその小選挙区制のあるいは行き過ぎを補正するために比例を組み合わせているわけですけれども、これは私のこれは個人的な認識でございますが、政権交代可能な二大政党制を作ろうということがこういった選挙制度を作る背後にあった発想だと思いますね。でその結果、まあ、二大政党にあるいは二大政党ときちっと言っていいのかどうか分かりませんが、二大政党制に類したものが出来上がりつつあり、政権交代も一応できたわけです。しかし今多くの方が感じ取られること、多くの方ってみんながそう思っておられるかどうか分かりませんが、私の見るところ多くの方がこの政権交代は成功ではなかったなと、失敗したなと思っておられる方が多いのではないかと私は感じております。従いまして、選挙制度の議論をするときには当然そういった資格も含めて議論をされるだろうというふうに思います。はい、今日から特別委員会の個別の審議が始まったんですけれども、当初政治生命をかけるといったものの通りですね、まあ、党内への配慮なのか最近あまりその強い決意というのは感じられないんですけれども、ちょっとこう、まあ、お互い党首として相対してて、野田総理の決意と気持ちの変化はどのように思いますか。まあ、今日の審議はですね、いろんなご来客等もありまして、必ずしも全部よく伺えたわけではないんですが、報告を聞きますと、総理大臣が政治生命をかけられる案件、それについて審議が始まったわけですが、やはりそれが総理の気迫が
与党に十分伝わっていればですね、当然緊張感に満ちたものになるはずでありますけれども、必ずしもそれが感じられなかったという報告を受けております。後ろからはい、14日からですね、世界を巡る会議が開かれておりまして、14日当日ですね、ウイグル議連とかチベット議連 の、 メンバーである議員のところにですね、中国の英大使、英大使の方から文書が届いております。それはウイグルとそれからチベットの現状を説明するということなんですけれども、今回 の、 そのウイグル会議で会議の議長の入国を認めた件とかそういったことについてですね、非常に抗議の内容でありまして、で中にはですね、日本自身の安全にも害があるというふうな文面がありまして、これは脅迫ではないかというような話も出ておりますけれども、こういうふうな文面ですね、大使が国を代表する大使が国会議員として送られるということについて、総裁はどういうふうに考えますか。それだけ中国にとっては、シリアスな問題なんだなというふうに感じました。はい、どうぞ。一体改革についてお尋ねしますが、野田総理がですね、昨日官邸越井氏幹事長と会談した際にですね、小沢元代表の自分の考えを伝え、協力を求めたいとお会いしてですね、自分の協力を求めたいということを表明されたそうなんですが、とりあえずこれまでですね、野田総理が、小沢さんやその周辺の方々、当然に、反対の立場を取っておられる方々のスタンスをですね、はっきりするように求めてこられると思うんですが、こういった野田総理の動きをどのように評価されるかということと、実際にその会談が実現した場合にですね、どういった会話をされることを期待されるのか。私から期待するというべきことはございませんが、やはり政治生命をかけてですね、重大事項を前に進められるときは足元をよくお固めになる必要がある。それは当然のことだろうと思います。今までそれが十分にできていないのではないかという強い疑念を私は持っておりました。したがって政治生命をかけておやりになるんであれば、ぜひぜひ自分の党内足元を固められる努力を真剣になさるべきだということですね。はい、どうぞ。すいません、時事通信の近くです。関連してなんですけれども、小沢、かねてその総裁は、党内反対派がいるのであれば説得すべきだということをおっしゃってきて、でもその結果として野田総理が、これもかねてから総裁おっしゃってますけれども、小沢元代表の軍門に下って採決を先延ばしする道もあれば、あるいは政治生命をかけてこの国会で採決するという道もあると、2つの道があるということをおっしゃってますけれども、野田さんとその小沢さんとの会談の結果、どっちの道へ行くかというのは分かってくるのではないかと思うんですけれども、その辺をどういうふうにご覧になってますでしょうか。だんだんおいおいに分かってくるんじゃないかと思っております。野田さんと小沢さんの関係も絡みますけれども、本当に野田さんがですね、政治生命をかけと言いながら小沢さんの部門に下って採決先送りだと、そういうもう本当に野田さんが進める意思がですね、感じられなかった場合は、冒頭にも出ましたけれども、やはり不信任問責っていうのも総裁としてはもちろん念頭に置かれているのか、その辺の、お考えを。念頭というよりかポケットの中にというか、殿下の方とは腰にあるというのかよく分かりませんが、やっぱり政治生命をかけると言命をされたことに対して、それがおできにならないのであれば、さてどうするかということは、それは考えなきゃいけないんでしょうね。ポケットから出すタイミングはどういうふうに。それはダンビラっていうのはあんまり抜くぞ抜くぞと言わずに、抜くときは抜く手も見せずと言うんでしょうね。私はあまり武道に詳しくありませんけど。よろしいでしょうか。はい、さっきの問題です。冒頭にお聞きしました、その
まあ、山口さんとはですね、折に触れていろいろ意見交換をしております。ですから今回もどういう話というか、まあお互いに何を考えているのか、今の事態をどう見ているのかとか、まあそういう意見交換、特にテーマを決めて今日はこういうディスカッションしようというようなことではございませんでした。そうしますと、まあ、党首同士が、まあ、お会いになったわけですと、民主党の代表である野田総理さんですね、という、まあ、具体的にじゃなくて、ここに意見交換するという必要性はお感じになりますか。まあ、私はその必要性を全否定するつもりは毛頭ありません。ただまあ例えば二閣僚の問責をして、それに対するきちっとしたお答えがないとかですね、そういう時に何かまあよろしくやろうぜというような話はなかなか難しいなと思っております。二閣僚を交代させた際には別に私なんか条件とかそういうなんか意味で言ってるわけではありません。やっぱりこの話をするには話をするいろいろな何て言うんでしょうか、信頼関係とかいろんな前提というものがやっぱりいるんでしょうね。今の時点で例えば二閣僚の問題等々がある中ではなかなかそれは簡単ではないなと思います。それではじゃあどうぞ。今の信頼関係としては、野田総理がその制度社会保障の一体改革にかけるその思いをどの程度今総裁の信頼をしているか。信頼したいと思ってます。それは信頼できないというまあ、したいというところですね。まあ、分かりません。私はそのどこまで総理がしておられるのかね。だけどやはり日本で政治をしている者として、やはり日本の政治で一番力を持っている方は内閣総理大臣ですから、その内閣総理大臣の言葉を信じられなくなったらなかなかこれ難しいですね。だから信じたいということでございます。それでは、はい、以上をもちまして谷崎総裁の定例会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。